ちは、ちゃこです。今日は、ベルリンにあるサービーニプラッツっていうところの周りをちょっと歩いてみました。サービーニプラッツの周りにはたくさんカフェやレストランがあって、あと本屋さんとかも結構たくさんいいのがあります。大体こういうプラッツという名前がつくと、あの周りにカフェやレストランとかあったり、あの人々が集う場所がある感じですね。サビニプラッツは西ベルリンのシャロテンブルグにあります。この辺りのレストランやカフェは、まあ、ちょっと他のベルリンの地区に比べると値段は高めですね。やっとコロナの、ロックダウンの規制が、緩くなってきて、今週から外に座ってマスクをつけなくて、レストランとか食事していいことになってます。やっとですね。すごいみんなが顔がなんかこう全然表情が違います。人々の そろそろ私が大好きな本屋さんが見えてきます。この本屋さんはデザイン系の本がすごくたくさん置いてあって、まあ中で座って見たりとかもできるから、ちょっと図書館的に使える感じですね。すごくいい本が、もう本の品揃えが、デザイン系の本の品揃えがすごく日本のやつもあったし、なんかすごいいいですここ。ステンダムの方に行く道なんですけど、ここにはレストランとかカフェとかもあるし、ホテルとかもあるし、あとは美容室が、まあ、ちょこちょこありますね。あとこの本屋さんもかなりいいですね。ここは読む方の本がいいのが置いてあります。英語の本も置いてあるし、でもなんか日本語とは関係ないけどね。でもなんかすごくいい本屋さんです。I'm sick of these lonely nights. Lonely, lonely, yeah. I'm breathing dreams.
ちょっと駅の方に戻って、あ、まあ、サビニプラッツに戻って駅の方をちょっとお見せします。ここが駅の入り口に続くところですね、道ですね。まあ、レストランとかカフェとか、あとお土産屋さんとかもあります。あと靴屋さんも一軒あるかな。あ、ここも本屋さんありますね。この本屋さんも品揃えがすごくいいです。で、ここが駅ですね。駅の入り口で、まあ、向こう側に行くと、あのプライプトロイシュトラーセっていう通りがあって、ね、その下をくぐって、これがプライプトロイシュトラーセっていう通りなんですけど、まあ、ここにもあのレストランとカフェと、あの、あ、映画館もあります。まあ今はねやってないけど、まあ、この通りにはあとギャラリーとかも、まあ、いくつかありますね、ギャラリには、あのニブスっていうカフェがあって、まあ、すっごくちっちゃいんですけど、あのカカオ専門店みたいな感じで、チョコレート系のものが、飲み物とか、あとチョコレートが、チョコレートに関するものがすごくたくさん置いてあるカフェがあります。でもすっごくちっちゃいんですけど、あとチュロスはそこでもう揚げてそのまま熱々のやつを食べれます。ここはあの今多分やってないんだけど、なんかこう陶器に、まあ、いろんなペイントして、まあ、そこでまた焼いて綺麗に加工してプレゼントとかはすごく、プレゼントとかにはすごくいいと思います。色とかがすごく綺麗な色がすごい揃ってて、あのお皿に、お皿とかカップとかに色塗って、あの仕上がりがすごく綺麗なんですよ。3日4日ぐらいかかると思うんですけど、あの塗った後に。あのこのお店で加工してくれるんですけど、ここはクワファステンダムって言って、あのみんなあのクーダムって訳し、あの省略して呼んでます。すごく、まあ、あの有名な、なんか聞いたことあるブランドのお店がずっと連なってる通りですね。あの有名なブランド、例えばシャネルとかディオールとかエルメスとか、まあそういう、あのそういう感じのブランドのお店がずっと連なってあります。あ、まあコロナのロックダウンの時はすごいもう寂しかったんですけど、この通りとか、まあ、あのサビニプラツの周りとかも。でもまあ今日っていうか多分先週末ぐらいから、あの徐々にオープンしていいようになってるみたいなんで、まあ、ワクチネーションとかのワクチンの、あの
予防接種受けたかどうかの紙とか、あ、受けたっていう紙と、あとなんかネガティブのテストの紙を見せれば買い物できるって感じだったんですけど、あ、それが始まったのか先週かな。で、今はだいぶ、あ、外に座ってる人たちに関しては全然なんかもう、コロナのロックダウンから解放された感がかなりありますね。クーダムのこの辺りにはやっぱりこのね、イヴ・サンローランとか、ここでそうですね、なんかそういうちょっと高めのブランドがたくさんあるんですけど、まあ私ははっきり言って一度も中に入ったことがありませんね。え、一回ぐらい買い物してみたいけどね。なんか一個買ってもさ、なんかね、ちょっと相当お金持ってないとね、揃えられないし、そんな感じでこういうところで買い物今までしたことないんです。ただここもなんかディオールとかありますけど、ただまあここのまあなんていうかな、ちょっと先の方とか、あと戻ったところ層の方とかは、まあちょっと若い人向けの、ブランドとかもまあところどころあるのになるんで、そういうまあこの通りはすごくもうだからこういうファッション系のね、お店が連なってる感じですね。2021年の5月、まあロックダウンが5月まであったから、まあそんなに関係ないのかもしれないんですけど、でもなんか本当に4月5月が寒い日がすごい続いて、もうところどころにものすごく暑い日があって、まあ気温の差がすごい激しかった時が何度かありましたけど、やっとなんかちょっと落ち着いてきたような感じがします。6月ってやっぱ本当にすごくいい季節で、なんか暑すぎもなく寒くもないし、なんかすごいいい感じのなんですけどね。さて今日はこの辺で終わりにしようと思います。ありがとうございました。